今そうやって芝居の話をしてるわけだけど、まあ、見る方ではね、もういろんな舞台見てきたわね、うん。で、一番好きなのが、塚浩平さんの芝居。特に僕が一番好きな舞台はさ、熱海殺人事件っていう芝居が好きで、はい、まあ、行員が、まあ、女工を殺すみたいなさ、あの、で、なぜその殺さなくちゃいけなかったのかみたいなところはさ、涙が出てくるんだよね。ものすごいよ、この芝居の台本見るだけでも、この、よくこんなのってすごい早いわけ、熱海は。なんかね、これが本当にもうよくね、みんなこんなの覚えられるかなと思ってね。どうですよね。末端の本当にこう底辺にいる人たちの生き様を権力とこう対比させながら描いていくっていう手法を取る作家さんでね。もうはい、なんか自分でさ、たまにこうそういうその自分が好きだったシーンのセリフを読んだりとかさ、こうなんかこう眺めていくだけでもね、はい、うん、結構楽しかったりするんですよ。